津ボートレース場は三重県津市にあるボートレース場である。主催者は津市。通称はボートレース新。協定発祥の地といえば大村協定場であるが、全国初の認可を受けたのは津協定場である。当時は津市以外に桑名市、鈴鹿市、宇治山田市、鳥橋、島熊的山村が協定場誘致に名乗りを上げたが、津市は モーターボート競争法成立から間もない1951年10月に全国初となる競技用ボートの思想会を開くなど実績面で先行し認可を得た。1952年7月に岩田川川口にて第1回の開催が行われ、つ協定上ではこれを全国初の協定開催だと主張している。岩田川時代は 漁船が川口近くを通ると波が発生し水面にうねりができ、選手たちが苦労したとのエピソードが残っている。また、協定の名称を用い始めたのも本場とされており、解説当時の志田正樹市長が公安市警輪に習って、協定と読ませる案もあったものの、兄弟や伊勢ぐを連想させてしまうことから、協定の読み方となった。1969年に、 現在の地へ移転。2000年には新スタンドがオープンした。マスコットキャラクターは恐竜のツッキー。妻のツッピー息子のツックン娘のツーコの4人家族。ドリーム戦が行われる時はツッキードリームと名前が付けられる場合もある。企画番組として1レースは1号艇を主力 A 級選手、他を B 級選手としたツッキーレース。 5レースは1号艇は A 級選手のゴールドレースが行われている。三重県鳥羽市出身の演歌歌手である鳥羽一郎が東京艇場の名誉執行委員長を務めている。場内映像は日本トーター株式会社が運用している。実況はアップライト所属の佐竹良が担当し、集会展示の解説の進行を小林修幸が担当。かつては 現在の浜名湖協定の実況担当である藤本春樹が担当していた。競争水面はプールで、水質は海水、または海水に近い反対水。一マークホーム側の幅が54メートルと全国で2番目に広く、発送ピットはホーム湾側から出ていくスタイル。南北に縦長で、ハエの通り道となる伊勢湾に面するため、夏場はその季節風にさらされて、 特に冬場は鈴鹿山脈からの吹き下ろしをまともに受ける。風速は5メートルほどであるが、冬場には10メートル近くになることもある。陰の勝率は高めだが、強風が吹くと、水面コンディションは、急激に悪化するため、東海地方の中で一番荒れる水面と言われている。2009年9月10日初日の開催より、大型吸気サイレンサー付きゲー系のモーターが、 採用され、2015年9月からは出力、低減モーターが導入された。2021年2月12日より新競技棟、新選手管理棟の建設工事に着工。1ヶ月半年に及ぶ長期休場期間を数回設ける形で工事を行い、令和7年度完成予定。周年記念として、筒子昭王座決定戦が行われているが、 2019年5月に行われる67周年記念で、辻賞の名称は最後になる。公式サイトでは、辻賞ラストラン周年記念は、ネクストステージへ、令和最初の G1 は、最後の辻賞と銘打たれている。2019年8月、新名称は、G1 月王座決定戦に決定したと発表。企業杯として、三重交通の観光バスの名称に、 由来する、マキシーカップが行われている。正月には、伊勢新聞社新春レース、ゴールデンウィークには、スポーツ日本パール賞競争、お盆には、中京スポーツ、三重テレビ農業しぶき倍総脱線競争が行われている。モーターボート記念や全日本選手権を制し、協定の神様と称された、倉田栄一を称え、その名がついたレースも行われている。 旧別は2021年前期のもの2011年9月10日に従来の外交前売り発売所を移転、リニューアルする形で外交発売所ツインクルが開設された。スタンド棟の南西側、国道23号沿いに位置する。この施設は従来の船券の発売、払い戻しだけでなく、レース映像やオッズなどを見ることが可能で、 サンクスの小型店舗や飲み物の自動販売機も設置されている。座席数は108席、窓口数は16窓と外交発売所にしては非常に大規模でむしろミニボートピアに近い雰囲気がある。会場は午前7時30分。本場で発売をしていないレースも取り扱っており、本場の開催日、機械催日を問わず、 モーニングレースナイターレースを含めて1日最大6話を発売する。鉄道の場合、紀勢本線、近鉄名古屋線、伊勢鉄道、津駅、または近鉄名古屋線、津新町駅から1時間あたり2本の無料送迎バスが運行されている。また、三重県内主要都市から午前中に1本ずつ無料送迎バスが運行されている。車の場合は、 伊勢自動車道のツインターチェンジ、被災インターチェンジからそれぞれ約20分。ありがとうございます。